ハーレーダビッドソン倉敷の亀田です。今日はですね、こちらハーレーダビッドソンのロードグライド ST ファストジョニーを紹介していきたいと思います。こちらの車両はですね、ハーレーダビッドソンのエンスージアストコレクションのうちの1台ということで、日本16台限定ということで、ね、めちゃくちゃ貴重なバイクとなっております。先日ローライダー ST の方をね、4台並べてちょっと撮影させていただいたんですけど、さすがにこちらの車両はですね、ちょっと1台しか手に入りませんでした。もう本当に見れるだけですごい貴重なバイクということですね。ベースは2023年モデルの FLTRXSD ロードグライド ST で、ペイントとグラフィックのみ特別なものとなっております。タンクの右側、こちらですね、バーンドシールドが描かれております。で、今度左側ですね、オリジナルレースマスコットであるジョニーザピックが描かれており、遊び心満載のグラフィックですね。このブルーとね、ホワイトの色合いがめちゃくちゃいいですよね。パソコンの画面とかでは伝わらない良さがあると思います。で、リアフェンダーにはこちらエンスージアストコレクションと書かれております。エンジンはミルウォーキー8117ということで 1923cc です。ハンドルはロードグライドと変わりなく乗りやすいエイプバーとなっております。シートはソロシートとなっておりまして、一人乗り仕様となっております。サドルバックはチョップタイプで、短めのサドルバックです。テールランプやウインカーは別体型でオリジナルスタイルとなっております。 Apple CarPlay や Android Auto が使用可能な Boombox GTS を装備しておりまして、パフォーマンスを最適化するリフレックスディフェンシブライダーシステムも搭載されております。今回のエンスージャストコレクションであったりとか、アイコンコレクションですね、まあ、そういった、限定車というのがですね、ハーレーダビッドソンでは年に、まあ、数台発売されますので、気になった方はですね、早めに、お問い合わせいただけたらなと思います。もう悩んでる間に本当にこういった、ね、日本で十何台とかっていうね、バイクはすぐなくなっちゃうので、もう本当にお早めにご相談いただきたいなと思います。はい、あとまた、こういった、ね、限定車や、まあ、希少車というのに、ね、興味がある方はハーレーダビッドソン倉敷にご相談いただけたらなと思います。以上、亀チャンネルでした。